1996年ブリティッシュエアウェイズの飛行機はニューヨークからロンドンまで2時間53分という記録的な速さで飛行しましたしかし現在では同じ航路で旅する乗客はその2倍の6時間以上を空の上で過ごすことになりますあらゆるものが高速化しているような世界でなぜ商用フライトは遅くなっているのでしょうか 定期往復便により乗客を乗せて空を駆け抜けました。ニューヨーク、パリ、バーレーン、シンガポールなどを行き来したコンコルドは時速2000キロ以上を記録しました。これは通常の旅客機の2倍以上です。しかしコンコルドは音速よりも時速約800キロも速く、このことが地上の人たちにとって意外な問題を引き起こしました。物体が超音速で移動すると連続した衝撃波が発生します。 これをソニックブームと言いますこれは大きく驚くほどの音を発生させ窓ガラスがガタガタいったり建物の構造材が外れたりします高度15キロで飛行する飛行機は地上における直径80キロの範囲に影響を及ぼしますコンコルドの航路の下にいる住民からの苦情や懸念により主に海上ルートに限定されていましたこのような制限や他にも燃料と光学的な必要条件のため超音速飛行は航空会社と乗客にとって 非常に高価なものになりました大西洋を1回往復するコストは現在の1万ドル以上に相当します2001年9月11日以降の航空需要の減少により航空業界の負担が増したため継続不能になりコンコルドは2003年に引退しましたつまり超高速飛行が存在していた時も 標準的な商用フライトではなかったのです飛行技術が進歩すれば高速飛行のコストも下がるように思いますがそうとは限りません最も懸念されるのは燃費ですここ数十年でジェットエンジンの効率は格段に向上しより大量の空気を取り込みより大きい推力を得ることで燃料1リットルあたりの航続距離が伸びましたしかしこのような効率性が得られるのは時速900キロ程度までで これはコンコルドの速度の半分以下です。これ以上の速度では空気の吸引量が増加し、1キロあたりの燃料消費量が増えてしまいます。通常の大西洋横断飛行は、未だに15万リットルもの燃料が要ります。これは航空会社の総経費の20%以上を占めています。要するに燃費を下げても、速度を上げれば飛行にかかるコストと、環境への影響がかなり大きくなるのです。 大量の燃料を消費せずに飛行機を速くする方法はどうでしょうか主翼の交体角つまり翼が胴体から後方に出る角度を調整して翼を内側に近づけると空気抵抗が減るので飛行機が速くなりますしかし変形前と同じ欲服にするために翼を長くすることで必要な物資や重量が増え燃料の消費量も増えてしまいますつまり 空空力的に優れた航空機は設計できるもののそのそ分コストが高くなってしまうのです一般的に航空会社は、より早いフライトを求める乗客の要望が、このコストに見合うほどではないと考えています。そのため、軍用機が水上や高高度で高速飛行を行う一方で、そのため、軍用機が水上や高高度で高速飛行を行う一方で、超音速による民間航空便は、短期間のみ行われた失敗例のように思われていました。 しかし最近の進歩により再び実現可能になるかもしれません NASA と国防高等研究計画局の研究によると航空機の形状を変えることでソニックブームの衝撃を3分の1に抑えることができるといいます機体の先端を長い突起で伸ばすことで衝撃波を小さく分割できますまた別の設計案においては2組の翼が出す波が互いの波を打ち消し合いますさらに新しい技術代替燃料や合成燃料 ハイブリッド電気飛行機の登場によりエネルギー効率が改善されるかもしれませんここ数十年の安定した飛行は一時的な停滞になるのかもしれませんこれらのビデオで学んでくださいチャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを